金田聡選手です。どうぞ。あ、まだです。最後お座りください。いやー、気持ちいいまくりが決まりましたね。そうですね、はい、はい、レース早速振り返っていきましょう。いいモーター手にしたみたいですね。そうですね、はい、抜き足関係はだいぶ良さげですね、はい、スタートタイミング07だったそうですが、どうですか、カントは。まあ、特訓とね、スタッテンジャーはそんな変わんなかったんで、ええまあ、それよりもう少し早いか、まあ、来てはいないと思ったんで、うん、絞っていきますね、はい、ね、6月の優勝を思い出させるような。そうですね、まくり、金田選手らしいまくりでしたけども、どうですかね、その行き足の吹きはいいということなんですけども、何かこう気になる点はありますか。そうですね、もう少しだけ伸びくればね、はい、的には何も言うことないと思うんですけど、うん、じゃあ今総合で100点満点だと何点ぐらいですか。もう80点ぐらいはあると思うんですけどね。80点ある、はい、まあ、いいエンジンなんでね。はい、じゃあそのもうちょっと伸びという部分に関してはやはり求めてはいこうかなと。そうですね、少し今日朝回りすぎてたんでペダというか、はい、あんまり、ね、出足関係だけであんま伸びは来なかったんで、もう少しだけ欲しいですね。もう少しだけ、はいはい、まあ、プロペラとかそういったところですか。そうですね、エンジンはいいと思うん で、うん、ですね、プロペラだけやりたいと思います、はい、いや、今年からねこういった大会賞金が上がりまして、はい、結構選手の皆さんの目の色も変わってると思うんですが。そうですね、やっぱスタートもどうせみんな地元で早いんでね。そうですね、あんま出し抜こうっていう気はないんですけど、はいはいはい、後半1号艇です。そうですね、はい、まあ、スローからでもね行き足はいいんで、はい、まあ、普通のスタート決めれれば逃げれる足はある、十分あると思います、はい、じゃあまた、ここに来ていただきたいと思います。そうですね、これ以上頑張ります、はい、では最後にもう一言お願いします。この後も一生懸命走ります。応援お願いします。3レースを制しました金田聡選手でした。